中日ドラゴンズが再び3年連続のセリーグ最下位に転落。まだ得意の横浜戦が3試合あるから。中日ドラゴンズ最下位再び王者の期間やね。3年連続か。ああだから強弱やたら力が入ってたんかう。ひっそりと落ちててくさ。マジで、なんでって声出た話してたと思ってた。切実に中日ってなんでこんな弱いん。ミラクルはすぐそこに迫ってるよ。そうだよな。ドラゴンズが試合なかった間ヤクルト勝ってじわじわゲーム差縮まってたからな。ただいま。くさ。笑った。いやこればかりは笑えねえよ。まだ最下位争いやってたのか。中日さん、巨人さんの裏でひっそり。実家のような安心感タンプロ集団の松野立浪政権の集大成。なぜか落ち着く定位。先日の直接対決で決まったと思ったのにいつの間にかまた中日最下位になってるやんけ。中日が優勝するのが先か横浜が先か、多分横浜が先だろうな。横浜は42年ぶりイースタン優勝したし、中日最下位なってて草やっぱり立浪和義すごいな。きっちり最後まで伏線回収する。